続目フ目笛大化に分類される魚の一種。別名、ゴマタルミ、カンスビ。北端は南西諸島から南端はオーストラリア、アフリカ大陸東岸からサモアキリバスにかけてのインド洋。西太平洋制御は全長70センチメートルほど。各鱗の中心に黒っぽい点があり、銅に黒い点が並んでいるように見える。標準和名は この反転をゴマを散らした様子に見立てている。制御の体色は、緑褐色で、ヒレや腹部は赤みを帯びるが、水揚げされると全身が赤黒くなる。頬には、光沢のある水色の縦線が1から2本入るが、これは、大型個体では消えることがある。若菜は濃い緑褐色の地に白っぽい横縞が6から14本入り。 背びれ前半と腹びれが鮮やかな大々色をしている。ゴマフエダイの制魚とはかな。成長すると体色が変化する、熱帯、亜熱帯海域に広く分布する。地中海でも記録されており、これはスエズ運河を通って侵入したと見られる。日本では本州中部以南で見られるが、九州南部や南西諸島で個体数が多い。大型個体は、 沿岸の岩礁、珊瑚礁域に生息するが、全長50センチメートルほどまでは、川口や内湾の寄水域に生息する。降水温時には、全長数センチメートルマイナス20センチメートルくらいの幼魚が潤滩水域まで侵入する。マングローブレッドスナッパー、リバースナッパーなどの英名も、河川やマングローブに生息する習性にちなむ。 ある程度成長すると順端水域まで入らず、川口付近の物陰で数匹ほどの小さな群れを作って生活する。寄水域に入る笛台類は、南西諸島では、ゴマ笛台の他にもナミ笛台、沖笛台、黒星笛台、ニセクロホシ笛台などが知られる。この中で順端水域まで入るのは、ゴマ笛台のみである。裏打ち笛台は、ゴマ笛台よりも、 さらに上流まで入るが、分布地が限られる。食性は肉食性で、小魚、甲殻類、昆虫類、多毛類、頭足類など小動物を幅広く捕食する。また好奇心が強く、水中では人間に接近してくることもある。地方名として赤指、赤首、赤尾、青松、背脂、カンスビなどがある。釣り刺し網、低地網などの沿岸漁業で漁獲される。 南西諸島では、川口や内湾での釣りで南黒台などと、混格される。身は白身で、塩焼きや煮付けなどで食べられる。ただし老生魚では、シがてら中毒の報告もあるので注意を要する。ありがとうございます。